のしめとんぼ、未成熟個体です。はい、メスの個体ですね。のしめとんぼの特徴はね、この羽の先端部が、この茶色くなるというか黒っぽくなるのが、特徴ですね。で、まあ類似種、まあこのしめとんぼとか、リスアカネっていうのがいるんですけど、まあこの胸部の、模様を見ればその種類を見分けることができますね。はい、こんな感じですね。まだ浮かしたてってか、もうまだふにゃふにゃですね。じゃあかわいそうなんでお願いします。あら、止まっちゃった。バイバーイ。あれ飛べませんね。もうじっくり観察しましょうか。いや最高ですね。赤トンボも出始めてまーす。これで秋茜と、のしめトンボ2種類の、トンボ科のトンボをね、確認しましたね。あとあれですね、薄バキトンボ、薄バキトンボ、のしめトンボ、秋茜、鬼ヤンマ、青ヤンマを、今現在、確認しましたね。何この言葉ないんだけど。飛んだ。